5月23日、岸田文雄首相が議長を務める経済財政諮問会議が開かれ、ウェルビーイング、身も心も満たされた状態社会の実現に向けた方策が議論された。民間議員は、高齢者の健康寿命が伸びていることを踏まえ、現在は65歳以上とされている高齢者の定義について5歳伸ばすことを検討すべきと指摘。その上で、 全世代のリスキリング、学び直し推進を提言した。時事通信によると、岸田首相は、誰もが活躍できる、ウェルビーイングの高い社会を実現しないといけないと強調。リスキリング強化の方策を6月頃に策定する、経済財政運営の基本指針、骨太の方針に盛り込む考えを示したという。リスキリングは、 社会保障の強靭化とと一体となってて議論されているこの点で参考になるのが自民党の茂木敏充幹事長が語った持論だ5月12日茂木氏は YouTube チャンネルリハックリハックに出演しこう語っているこれから人生100年時代ですからある程度の年齢まで生きると90歳以上生きますもうすぐ100歳生きますよ 大学を卒業したら就職して同じ仕事をずっとして定年を迎えるシングルパスでなくて大学を卒業しても一旦勤めてから学び直すとかある程度を勤めてからハーフリタイアして半分は仕事しながら半分は趣味に使ういろんな人生のマルチパスを選べる時代になっている50歳60歳が高齢ではない50年前と違うんです 1950年代に日本の社会保障制度はできるんです。今の医療保険や年金の制度ができるんですけど、その頃は男性の平均寿命は58歳。当時は定年が55歳だった。つまり人生60年、70年時代。その時代に医療保険制度や年金制度を作っているから、なかなか財政的にも厳しくなる。 すでに厚生労働省は自営業者らが加入する国民年金の保険料について納付期間を現在の60歳までの40年から65歳までの45年に5年間延長した場合の試算を検証する方針を固めている長期的な年金財政を点検する財政検証で試算し2024年夏に検証結果を公表年末までに 実施の可否を決める方針だ単純計算をすると5年間納付期間が延長されれば1人100万円の負担増となる4月18日衆院本会議で岸田首相は納付期間の延長について厚労省が試算することに対しこう答弁した年金制度改正の検討の参考とするために2019年の 制度改正の際と同様の試算を行うものであり。方向性について何ら予断を与えるものでもなければ、私の意思が反映されているものでもない。だが、茂木氏が語った持論から考えれば、医療保険や年金などの社会保障において、高齢者の定義を5歳伸ばすことは十分ありうるということだろう。実際、高齢者の定義について、 5歳伸ばすことを検討すべきと、諮問会議で提言されたことに、X では、社会保障への不安を吐露する声が多く上がっている。岸田内閣、高齢者の定義5歳引き上げ格策、これって、年金支給を70歳からにしたいって困難、布石だよね。はいはい70歳からの年金受給開始のためにね。そもそもすでに60歳から、開始年齢5歳引き上げて、今に至っているのに。 65歳で一体何人が健康やしこしに不自由なく働けると思ってるのか。高齢者の定義を70歳に上げる。後期高齢者を80歳に引き上げる。今のうちに早く65歳になって、年金の権利を取得してしまわないと、70歳まで働かされる。現在64歳です。この年で働こうと思っても体がうまいこと、動きません。 働いたところでまともに生活できるお給料はもらえません65歳から高齢者と言われても致し方がないと私は思っていますが70歳から高齢者と言われるように設定されると困ります年をとっても働け働けと言われるけれども働けない人間だっているんですリスキリングを建て前に年金支給年齢を引き上げられたらたまったものではない 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです。私の勤務先は特に賃金に年功序列要素がなく役割成果に応じて賃金が上昇仕組みにもかかわらず60歳になったら定年再雇用で給料は3割ぐらい下がると思います高齢者の定義を変えるんだったら元気な高齢者は引き続き成果に応じた賃金になるよう こういう仕組みこそ、何とかしてほしいです。62歳で、はからは、元気だね、若く見えるね。と言われますが、抗原病だし、両手の親指と膝の軟骨ないし。右肩は、脱臼癖があるし、今年コロナに感染して、疲労感半端ないし、超高齢親の介護しながら65歳まで、働くのだって辛いのに5歳引き上げって何なんだろう。 急速に日本が住みやすい国でなくなっていきますね。尊厳死を認めてくれたらいいのに。簡単に5歳引き上げで70歳というが、70歳では体力や集中力の衰えは間違いなくある。年金財源が不足するためなら今現在、年金を払わずに年金をもらっているサラリーマンの専業主婦を少なくともまずは自営業の専業主婦と平等に。 するるために国民年金を負担させるべきそれが無理なら将来のサラリーマン旦那の年金を基礎年金部分も含めて完全に半分に分けるべき周りを見ると60歳を過ぎると健康問題を抱えています慢性的な小さなものから突然入院の大きなものまで制度自体に無理がありもう機能していません 国民に負担を押し付ける簡単な対策の仕方ですが、引き換えに若者の今が潰れていて、なんとかなっているように見えても、ただの時間稼ぎ、日本の先はひどいものと感じられます。ウェルビーイングって聞こえの良い言葉を持ち出して、国民を騙さないでほしい。要するに、年金受給開始を5年先にするために、体力、 気力が十分ででないい人まで65歳以降も無理やり、働かそうというとしかも低賃金でそれよりも少子化対策をしっかりして高齢者を支える若い世代を増やすことが大切なのでは幼稚園送迎バスでの自動を置き去りアクセルとブレーキの踏み間違えそういう事態が頻発していますね。 高齢になれば認知機能が落ちるのは仕方ないのです。体も若い頃のようには動きません。ますます事故が頻発することになるでしょう。65歳を超えてからリスキリングも何もないだろう。どうしてもやりたいなら政治家の定年を65歳にしてリスキリングで別の職業に就くという仕組みを率先してやってほしい。自分たちは高級料亭で飲み食いをしたり、 国会では居眠りしたり無駄な議論に時間を割いているだけだから本当の仕事の大変さを理解していないのだろう高齢者がモチベーションを保って働き続けられる社会にしてくれることと年金支給引き上げはセットですべきです働きたくてもシークレットに追い出しにあったり給料の減額があったりしますそんな状態で働けません 高齢者も心を持った人間です。